んばんは、さだまさしでございます。もうとにかく先週のもう今日はね、なんか公開録音みたいになってね、はい、もうなんかハッピー鈴木がね、挨拶した途端にね、右手回したりなんかして、ね、そういうことをするなって言うんですけどね、先週の日曜日は衆議院議員選挙の投票日でございまして、まあ結果的には自民党の圧勝という格好に終わってしまったんですけどね、まあもうどうしてこう日本国民っていうのはハンコで押したようなものの考え方をするんですかね。要するに例えば中道に票が入らなくてですね、自民党に入れたくない人はみんな社会党に入れてるっていうね、社会党と自民党と戦ったら自民党有利っていうのは誰だって分かってることでね、本当にひっくり返すつもりだったらですね、他の中道にもちょっとね、票が行くと面白かった、まあこれはね結果論ですけれどもね、まあそれにしましてもなんだかんだ言われてる海部さん、どうなんですかね。これでなんか勇気を持ってなんだか首相らしい発言が出てくるかということを、やはり一国の首相ですからね、期待したいと思います。広田うなずいておりますが、おそらく意味は分かってないと思います、はい、まあそういうことでしょうね。そういうことですね、はい、まあ一応来年の9月まで任期あるわけですからね、一つまあ元気でね頑張っていただくしかないと。そういうことでしょうね。ありますね。まあ一方いよいよマサシングワールドコンサートの、マサシングワールドコンサートってなんだってハガキも来ておりましたけども、そういうハガキは無視いたしまして、はい、マサシングワールドコンサートのリハーサルの方も着々と進んでおりましてね、要するにメジャーリーグに対抗したマイナーリーグ、ね、あれはもう盛り上がりますね。最後はすごい。あんなに盛り上がるしか舞台劇っていうのはあるんですかね。だけどどうでしょうね。ないでしょうね。ないでしょうね。もう演劇界史上初ですね。野球を見せない野球の試合。うん、これは難しいですけどもね。奇跡的ですね、はい、この奇跡を奇跡ではなくするのが我々の一団でございます。そうです、はい、千葉パイレーツは頑張りたいと思っています、はい、さて、昨日なんか市川のコンサートのリハーサルの前にですね、ワールドのコンサートのリハーサルやりました、まあ偉い騒ぎでございますけどね、はい、私は、もうテーマなんかとっくに終わっておりますけども、遠慮なしにこうして喋っているわけですけどね、はい、17日だったっけかな、17日だか18日だかお天気のいい日があったでしょ、2日続きぐらいで、あの時についに来ましたね、もう今年は花粉が。かわいそうかわいそう。もう静岡でね、いきなり静岡で来ました。来ましたね。静岡で来ましたね。とにかくね、くしゃみが止まらない。涙が出る。目がかゆい、うん。鼻水はだらだら。鼻真っ赤。鼻真っ赤、うん。もう今日なんかね、全部こうやってね、自分でね、こう鼻の周りのね、皮を剥いてる。ね、うん。もうこの剥く感じって好きなの俺。ははは。ほら、焼けた、背中こう剥いたりする。顔、ね、好きなんですけどね。はい、まあ花粉症の皆さんにとってはですね、辛い季節がやってまいりました。明日は2月25日、私、さだまさしのニューアルバムの夢ばかり見ていたがついに発売になるという、そうです。怒涛の快進撃。はい。ね。本日はそのニューアルバムのリリースを記念いたしまして、文化放送第一スタジオは、古田忠夫さんのジャケットイラストと同じデザインのポスターがぐるりと張り巡らされて、おります。選挙もお祭りならワールドもお祭り。だったらニューアルバムの発売もお祭りにしようというんで、今夜は夢ばかり見ていたフェアと題しまして、1時間30分お送りしてまいりたいと思います。さだまさしのセイヤング第434回、この番組はハートも美味しいのトーハート製菓がお送りします。男には薄いチャンスしかなかった。この街にはあと1軒しか店はない。そこになければそれは終わりを意味した。男は店に足を踏み入れ、ハーベストありますか。薄さの中に美味しさがある、トーハトハーベスト、チョコハーベスト。トーハトオールレーズンプリンセスの平松真由紀です。オールレーズンのレーズン 100g 中にはティーンエイジャーに大切な鉄分が約 2.3mg も含まれているんですって。オールレーズンをサクッとやって今日の真由紀は元気です。トーハトオールレイズン。さだまさしのセイエイエイヤー。生放送の時にスタジオに電話かけれない、電話を。しょうがねえな、本当に。もう警備も何を考えてるんでしょうかね、今日は。さて、何の話をしようとしたんだ。あ、そう。佐田健を作ろうとかね、佐田健ができたんだぞとかもうね、すごいの。すごい。でもハガキずっと溜まってるんで、はい、まあそういう話題になったんでバンバン行こうかと思います。はい、相模原市の、八木下元幸、いらっしゃい。どか雪が降った今日この頃いかがお過ごしでしょうか。この頃から私持ち歩いてるんです、このハガキ。かなりこれちょっと前ですね。そうです、
さて最近巷では佐田健の話で盛り上がっていますが、いちいち学校ごとでなんやかんや言っててもキリがない、うん、どうでしょうか、うん、この際一斉に全国的にやってみてはどうでしょう、うん、具体的に言うと今セイヤングを聞いている人で学生の人は昼休みに職員室の一番東側のドアの前に右手に AB ロード左手にハーベストね、持って、うん、口に赤いバラを加えて集まるというのはどうでしょうか。でもし集まった人が多ければ佐田研を作ってもいいし、少なくても適当に盛り上がることができるんじゃないでしょうか、うん、では来週1週間セイヤングリスナーの皆さん、昼休みは弁当そっちのけで右手に AB ロード左手にハーベスト口に赤いバラを加えて集まろう。その口に赤いバラって何で、これちょっと辛いね、うん、そういうことすると集まろうかなと思ってるやつでも、うん、バラがないからやめとこう、ね、バラがないからやめとこうっていうね、うん、まあ全国一斉にやるというほどのもんではないけどね、まあ、一つ盛り上がって、どんどんやっていただきたいとこういうふうに思うんですけどね、本名絶対に読まないでね、屋根の上のコントラバス弾きさんいらっしゃい。緊急告知、交渉はクズかな、これクズの葉をかたどっている。チャイムはエリーゼのためにで、最近新しくなって伴奏までついた。大正14年の建物で県の第一級危険建築物に指定されている由緒正しい校舎がある、うん、卒業生には爆風スランプのサンプラザ中野さんとパッパラ河合さんがいる。私服登校が許されている。上記の項目に当てはまる学校に在学中のセイヤングリスナーの皆さんぜひ佐田研を作りましょうねえ、うんうん、まあ上記のものにね当てはまる人は佐田研作ってあげてください、はい、作ってください、それから愛知県からいただきましたんでね、これは後で読みたいところに思いますね、うん、これは岐阜市ですから、これも後で読みたいと思います。これは、まあ、あともうめんどくさいんで、もう、また気が向いたら読みたいと思います。また今度ってことで。また今度。はい、劉備玄徳のイヤリングいらっしゃい。別の話題に入っていきます。皆さん、こんにちは。まさしさん、こんにちは。今日は、まさしさんでも、中村まさし剣玉道五段さんでも、どちらでも構わないんですが、お願いがございます。足立区の婦人公民館、エルソフィアで、けん玉を子供に教えてくださるボランティアを募集してるんです。うん、私はエルソフィアの回し者でも何でもないんですが、うん、金曜日の文化講座に通っていてポスターを見まして、あ、一人ちょうど良いのがいたなと思ったんです。それだけのことなんです。中村まさしけん玉道五段さん、もしも暇なら行ってやってください。いい先生になれますよ。佐田のまさしさん、あなたも足立区に行ってやってください。なんと足立区には東京武道館が近く完成します。綾瀬です。お願い、コンサートに来て。はっきり言ってこの武道館大きいです。よろしく。ねえ、武道館っていうのは武道館ですからね、うんうん、コンサートをやるっていうのがね、本来変なんですよ。そうですね、武道館ですからね、うん、大音楽堂っていうのはできませんかね、1万人収容ぐらいのね、うん、そういうのやってくれないとね。武道館ですからね、あの昔ビートルズが初めて武道館でコンサートやったんです、はい、66年、私が中学校の2年の時ですよ。あの時に小浜利徳さんという人がいましてね、うん、日曜日に時事放談ってやってるでしょ。あの時に小浜利徳さんが大変怒ってましたよ、はい、ビートルズだかビールズだか知らんが、そんなものは武道館でね、あんたね、そんなものはね、あそこは武道館なんだ、そんなものにね、あんたね、そのなんだか知らんがね、うん、音楽会をやるなんていうのはね、これはね、本質を外すとるなんてね、うん、脇で細川さんがね、はい、なだめてましたけど、うん、ね、まあいろいろ世の中変わってるんですからって、まあ、本当に変わっちゃいました。今はね、武道館シアターという言い方がアメリカでは成立してるんだそうでございましてね、うん、もう今や武道館シアターだそうですけどもね、武道館ちょっとこうございますね、どんどん読んでまいりますですよ。綾瀬、あ、中村けん玉道五段、行ってやる気になったら足立区のエルソフィアに問い合わせてください。さて、埼玉県鴻巣市の榎本美智子さん、聞いてらっしゃるでしょうか。いらっしゃい。前略、主人が留守にしてくれたおかげで8年ぶりにセイヤングを聞けました。8年ぶりでも8年ぶりにセイヤングを聞きましたって、まだやってるってすごいよね。ねえ、家人が皆寝静まり、シーンとした家の中で枕元にラジカセを引き寄せ、こっそり聞くセイヤングは秘密の王瀬のようでスリルがございます。
ストリールがね。何を考えてるんですかね。最後にかかった初恋、素敵でございました。胸がキュンとして、頬が赤らんでくるのが自分でも不思議でした。ラジオを消した後でもピアノが頭の中で鳴りやまず、なかなか寝つかれませんでした。佐田さんは真面目な歌も、おちゃらけた歌も良いけれど、私は初恋のような純愛小説風が好きです。主人公なんかイントロだけで泣けてきます。これ条件反射ってやつですね。パブロフの犬というね。ね、うんうん、そう、胸が張り裂けそうな初恋が運よく結婚に結びついた私は、やきもち焼きの主人のせいで毎週聞くことはできませんが、24日の土曜日にはまた秘密の旺盛を楽しめそうです。内緒でお目にかかりましょうね。私は内緒じゃないんですよ。ね、私はこれは内緒じゃないんですね。まあ、24日にはまた聞いてくださるっていうんでね、はい、あえて、まあ、今夜まで撮っておきました、ね、先週来ておりましたおはがき、先々週ぐらい来ておりましたおはがきでしたけどもね、はい、今週また読みました。玉ひれからレポートが来ておる。秦野市の玉ひれ敦史、いらっしゃい。あの先週でしたっけか、地下鉄は実に江戸をそのまま地下に埋めたみたいだと、はいはい、レポートが来ております。昔は母の実家へ帰るために毎年必ず特急トキに乗ったものです。上野までの足は決まって東横線直通乗り換えなしの地下鉄日比谷線。駅名やその順序をなんとなく覚えてしまっていたので、中目黒、恵比寿は序章、起承転結の木、日比谷から八丁堀あたりが章、小伝馬町で突然天、秋葉原中御徒町でいよいよクライマックスを迎え、そして上野と景色が何もないだけに、駅名を追うだけで物語の中を駆け抜けているような感じがして興奮したものです。どんなところを走っているのかわからないのが地下鉄の面白いところ。地下鉄が川の下をくぐる地点を調べてみました。うん、地下鉄も川の下くぐるんですね。うん、銀座線末広町から神田の間、万世橋の真下で神田川を通過します。うん、三越前と日本橋間、日本橋の真下で日本橋川を通過します。日比谷線の小伝馬町と秋葉原間で神田川をくぐります。千代田線新御茶ノ水湯島間で丸の内線と交差してすぐに神田川を通過します。東西線茅場町門前仲町間で隅田川を越えます。うん、隅田川を越えるってすごいよね。確かにそう言われてみれば隅田川を越えるんだよな。くぐるっていうのかな。都営浅草線は浅草本所吾妻橋間で隅田川をこれも越えます。なるほどね。その他日本橋川目黒川なども越えます。都営新宿線は浜町と森下間で隅田川、隅田川の下って地下鉄ずいぶんくぐってんだね。うん、都営三田線は神保町と水道橋間、水道橋の真下で神田川をくぐります。有楽町線市ヶ谷飯田橋間の区間の半分は外堀の真下です。市ヶ谷駅も外堀の真下にあります。そうなんだ、あれね、有楽町線ってずいぶん長いことかかった。11年ぐらいかかったんじゃないかな。何しろ私が高校時代から工事を始めてて、うん、うん、で完成したのはあれだよ、確かもう関白宣言がヒットしてたよ。あ、長い。そのぐらい長かったからね。やっぱり難工事だったんじゃないかね。まあ、こうして地下鉄、まあ、トンネルもそうですけどもね、この水が出てね、その結果の災害っていうのは必ずありましてね、うん、犠牲者っていうのは必ず出るんですね。うん、こういうものっていうのは我々は一切気にも留めないでね、ああ便利だ便利だって乗ってますけどもね、うん、このトンネルを工事するためにどれだけの人がね、血と汗と涙、それから場合によっては命を捧げてきたかっていうことをね、うん、やっぱり考えなきゃいけませんね。うん、うん、本当につくづくそう思うんですよ。だからあだやおろそかにね、地下鉄に乗った時にですね、ああ便利だっていうだけじゃなくてですね、やっぱりあれだけのものを作るっていうのはやっぱり大変なことですよ。でよく言われますけども、最初に地下鉄が走ったのは浅草上野ですかね。今はもうずっと浅草からずっと渋谷まで来てますけどもね、うん、最初に作った人っていうのは自分で作った会社を追い出されたりなんかしてんだよね。うん、一生懸命作ったのに。で地下鉄は絶対に流行る、もうこれからはもう地下鉄じゃなきゃダメだと信じてね、浅草線をね作った人がいるんです、ね。ところが結局はまあ東急に売り渡すような格好になったんですけどね。なぜかというとね、利用者が少ない。ほう、こんなもん役立たんわいって言うんでね。うん、おかげで赤字が累積赤字でね、随分損したんですよね。それでおかげで会社を手放さざるを得なくなってしまう。うん、これが今や時間が経つとね、これだけの地下鉄の人生につながっていくわけですよ。だからたとえ借金してでもですよ。そうです。ね、つなげるな。うん、その時は評価されなくてもですよ。いずれですよ。いずれ。なんかのきっかけで、ああこういうバカなやつがいたんだなという。昭和通り最初に作った人は偉かったですよ。あんな広い道路を作ってどうするんだってみんなバカにしてましたよ。うん、今昭和通りでももう、狭いぐらいですよ。はい、ねえ、うん、さ、次の話です。鎌倉市の畑中隆二、いらっしゃい。これもなかなか素晴らしいリポートがやってきました。はい、
我が町大船はなかなか面白い町だと思う、うん、なぜなら3つの違った文化が接しているところだからだ。横浜と鎌倉と藤沢、つまり浜と琴と湘南とがちょうどぶつかっている場所なんだ。駅前の丘の上に立つ大船観音はその3つのくさびのようだ。3つのカラーのいずれでもあるようでいずれでもないような、そんな町。それでもこの町は当たり前に存在して、誰も違和感を覚えずにみんなごく普通に暮らしている。観音様のお顔もいつも優しい。ということは浜と琴と湘南とは3つはそれぞれ全然違った文化のようだけど、実は何の不思議もなくつながっているということだ。一見全く違った顔に見えても、それはちょうどちょっとずつの違いが重なっているだけで、本当はごく普通に自然につながっているんだ。本当に町はつながっている、そして文化はつながっている。それぞれ全く違う感じがするのはイメージなのであり、実はみんな連続したものを持っているんだ。なんだってそうなのかもしれない。世の中の違いなんて本当は大したことじゃないのかもしれない。こういうレポートが来ております、うん、かなり、青年の主張のようなそうです、ね、レポートでありましたけどね、はい、まさにその通りでありますね、千葉と東京、あるいは東京と埼玉、うん、東京と神奈川、こういったものを、隔てる差なんていうのは、別にそこに壁があるわけでもないし、検問所があるわけでもありませんからね、うん、時々検問所もある場合がありますけど、時々ですね、年末とかね、飲むシーズンになりますと、はい、でもまあ、まさに連続ですね、連続しながら変わっていく、まさに我々の生き様みたいなのが町そのものという感じがいたします。お知らせの後はお待ちどおさま、ハーベスト大学です。チョコレートが塊で入った新しいタイプオールチャンクね。チョコが入ったクッキーなんて珍しくないじゃん。チャンクっていうの、このチョコの塊すごい。チョコがチャンクで入ったクッキー、東ハトオールチャンク。ハンサムで背が高くて私だけに優しくて頭も良くて、しかもお父さんが会社経営している家の次男と結婚して小さな幸せをつかむのが私の夢。生クリームが入ってさらに美味しさアップ、夢という名のチョコケーキ、東ハトチョコレーブ。さだまさしのせいえいえいや夢ばかり見ていたフェア会場からお送りしております、さだまさしのセイヤングでございます。お待ちどうさま、このコーナーです。うっさの中に品がある国際ハーベスト大学。さださだ緊張の一瞬だこんばんは。今ボクシングが面白い。そんなに面白いですか、具志堅さん。そうっちゃねそうっちゃね。総長の破れ障子張丸です。へえ、そんなにボクシングって面白いですか、具志堅さん。そうっちゃねと言うと思うでしょ。でもボクシングより面白いもんがあるんです。それはなんだ。それはセロ引き。何セロ引き。私セロ引きの教授でございます。教授の花見小路抜け丸でございます。かなり泥沼化の様相を呈してまいりました、はい、自己紹介、一体いつまで行くのでありましょうか、はい、そして理事長は平井ディレクターことガラス格子フリマロ、それから幹事長がハッピー鈴木こと道路工事堀マロでございます。さて現在ハーベスト大学の生徒数は399名、運が良ければ今週中にも400名を超えると、まあ、こういうことでございます。それでは まず超えるでしょうねまず超えると思います。まあとんでもないのもあるし、うん、もうつまらんのいろんなのがあるんだ。あんまりにもつまらないとね、もう読みたくなるんだ私は、うん、行きましょう。行ってみますか。行きましょう。行きますぞ、ペンネーム テトリストテトリストね、入学希望、うん、友達の K 君は、うん、日直になった時、うん、日直っていうのはあの号令をかけるじゃん、ね、日直になった時、レーツ礼と言った後何も言わずにいたしょうがないんで隣のやつが K 君をつついた。 K 君は慌ててしまった、うん、そこで焦ってしまい思わず着陸と言ったの着陸ゲッツェイ着陸ゲッツェイ着陸入学許可、許可、うん、もうすでに400人目に達した早い。もう本当になんだね、ペンネーム桜号 A 信大、行くぞ。
これは入学希望。入学希望。見ました。見ました。見てしまいました。うん、先日のある日、うん、JR のある駅で、うん、浴衣に革靴、片手に小さなバッグを持った中年の男性が、たくさん人がいるホームに電車から降りてくるのを見ました。うん、そしてキオスクで新聞と弁当を買って電車に戻っていきました。うん、自分はその時いかに浴衣に革靴が不自然かということを実感しました。ちなみにその電車は寝台特急でした。ある。なるほどね。これはあり得るよ。あり得ますね。俺 ね、そう言われてみればね、どっかで目撃したことがあるような格好だと思っていたんだよ。ここに答えがあった。寝台特急の停車駅で弁当を買う時のお客の姿なんだよ。じゃあそうは変な格好じゃないんだよ。ねえ、あり得る格好なんです。これは格好としては成立するけども、ホテルのロビーではあんまりないと思う。ね、入学許可。許可、さあ実話が来ております。川越亮太入学希望国分寺市、うん、1月31日に雪が降ったため、体育の授業が教室で行われていた時の話です。うん、僕の友達のクラスでも部屋で授業がありました。うん、先生がやってくると生徒が来たー、教室で走っていったんで、うん、先生はどこかに生徒が隠れていると思ったんでしょう。うん、ドアの後ろに人の気配がした。うん、そこで先生が、早く出てきなさいと強い調子で言うと、ドアの後ろからは電気工事のおじさんが出てきました。おじさん辛かったね、これ。何も怒られる必要ないのもね。ねでも出てこいっていうか出ていかないわけにいかない。入学許可。入学許可。なものがありますね。ペンネーム、あんバタコッペパン、うん。入学希望。この間、東北線で非常ボタンを押した犯人を探していて列車が止まったというハガキがございました。私が毎日愛用している埼玉新都市交通ニューシャトルは、ほのぼの埼玉を象徴しています。うん、まだ私がシャトルに乗り始めたばかりの頃、合旦所と急に止まりました。いいね合旦所、いいな響きは。いい響きがいいな。合旦所、合旦所と急に止まりました。ただいま線路に鳩が止まっております。しばらくお待ちくださいとアナウンス。車内はクスクス笑い声。しばらく経ったある日、だんだんスピードが遅くなりました。まだ駅はずっと先です。キューンどてまたまた止まりました。この人擬音に鋭いセンスがあるね。合旦所キューンドテ、またまた止まりました。ただいま線路に犬が走っております。なんというお茶目さんなんでしょう。うん、鳩や犬にまで舐められて。あなたもカントリーワールド埼玉を味わうためにニューシャトルに乗りましょう。ね、いろんなものが来るね。入学許可、入学許可。続いてのハガキ、国母頑張るお姉さん、ペンネーム頑張るお姉さん入学希望。友人の弟から聞いた話、彼の行きつけの床屋さんは丸刈りにしてくださいと頼むと、なぜかサービスですと言って一度モヒカン刈りにしてくれる。あ、これいいですね。これはいい。これどっちみちね、どっちみち行くんやったら、見てみたいですね。見てみたいね。どうなるのかね。うん。清水それ行けばよかったな。次やったらそれ行こう。中にはカメラを持ってきて床屋に行き、首から上はあの白い首から下はあの白い上っ張りに包まれ、頭はモヒカンで V サインを出して記念写真を撮る人もいるそうです。なかなかね、いいわ、これは。ことですよね。通常だったらそこの時だけ一回塗ったりしてね、ピンクかなんか。そうですよね。キャー染めたりなんかしてね。いや、面白いですね。なかなか平日ではできませんからね。入学希望です。入学許可。うん、ね、これ実際にあったそうなんですかね。太宰正、広島市。広島市は後で読む。広島市は後で。さ、これは長崎県。これまさか。さっき分けたはずだ。埼玉県ペンネームさだまさしの猿回し、入学希望。先日技術の先生からこんな話を聞きました。昔カキフライを食べなかったやつがいたんだ、なぜこんな美味しいもの食べないんだかやと聞いたら、だって金魚の味がするんだがや。さてこの人は金魚を食ったことがないでしょう。言えてるよな、ね、でも金魚の味がするってどういう意味なんだろう。生臭いっていうのかな。
生臭さが、そのただの生臭さじゃなくて、金属っぽい生臭さあるもんね、確かに。うん、そうですね。ね、牡蠣にはね。金魚口の中には入れたことあるんです、僕。あるんですけど、やっぱり生臭いですね。牡蠣のようだった？いや、牡蠣は美味しいです。そう。はい。そうですか。入学許可。入学許可。随分たくさん入学が許可されております。2時間目は大阪名古屋の生徒たちを交えまして、お送りしたいと思います。はい。俺たちのことイモイモって言うけどさ、格好も輪っか型だし、以前言ってると思わない？ポテコ、そうよ、投げ輪の言う通り、私なんかおつまみにもおやつにもぴったりって感じじゃない？うん、俺なんかアイダホ生まれだって。あらやだ、私もアイダホ出身なのよ。芋は芋でもアイダホ生まれ、軽いポテトスナック、東波とポテコ投げ輪。小さい頃、父の手はとてつもなく大きかった。その大きな手は時に私の頬を叩き、時に私と紙飛行機を作ったりした。私が両手でも父の片手分しかきらめる雲をつかめなかった頃、父以上の男はこの世にいなかった。今でもそうなのだが、変わらない美味しさ。さだまさしのせいや。さて、大阪名古屋の皆さん、いらっしゃい。いよいよ明日、夢ばかり見ていたをリリースするさだまさしがお送りしております。そこで、今夜はですね、夢ばかり見ていたフェアと題しまして、東京文化放送から夢ばかり見ていたフェア会場より生放送でお送りいたしております。今日はまあ、なんていうんですかね、私どももついにマサシングワールドコンサートのリハーサル竹縄になってきましてね、もう立ち稽古に入りましたからね、かなり盛り上がっております。そうですね。史上初の、史上初、もう演劇史上初の、野球を実際にしないで野球の試合をするという、はい、あれは難しい芝居だと思いますんでね、非常に緊張感あふれる状況でお送りしております。さあ、最後までゆっくりお付き合いくださいませ。さだまさしのセイヤング第434回、この番組はハートもおいしいの東ハート製菓がお送りします。男には薄いチャンスしかなかった。この街にはあと一軒しか店はない。そこになければそれは終わりを意味した。男は店に足を踏み入れ、ハーベストありますか。薄さの中に美味しさがある。東ハートハーベスト、チョコハーベスト。チョコレートが塊で入った新しいタイプ、オールチャンクね。チョコが入ったクッキーなんて珍しいもんじゃん。チャンクっていうの？このチョコの塊、すごい。チョコがチャンクで入ったクッキー、東ハートオールチャンク。さだまさしのせいえいえいや。国際ハーベスト大学、嵐の2時間目。嵐大阪府枚方市、ペンネーム元祖バイバイギター風、あなたがいれば私はさしばあまりにもしょうがないんで。しょうがないな。あまりにもしょうがないんで。ちょっとしょうがないぞ。ちょっと情けないぐらいしょうがないんで、入学許可。愛知県春日井市の脳の吉江、4回生が怒っています。うん、4回生。怒ってる。もうこれトップですよ、今成績は、うん。トップにしてはこういうことではいけないという見本のような作品を送ってきた。それでは見せしめに読んでみたいと思います。お母さん、うん、私が毎週玄関に行ける生け花の枝に、去年のセミの抜け殻をいちいちくっつけるのはやめてください。なぜ浸透するんだ。
落第誘うかこいつ。何なんだ。でも想像すると面白いんだよ。毎日毎日娘が一生懸命生け花をこうして枝がこうあるところに必ずお母さんがそれぞれ毛がらをくっつけるっていうのは分かるんだけど、ね、面白いんです。もう一つひねってほしいね、この発表の仕方をね、うん、な言い回しというかね。そうですね、うん、その辺でね、まんまでいってみましょうか。そう、まあこれもそのまんま、はい、何にも評価なし、はい、その辺でね、実にこれはよく研究をしたなというのがいたんだけれども、あ、これだ、実は山口県柳井市の日高見春、うん、何でもない話なんだけども、うん、何でもあるように書いてきました、うん、私の母がコンタクトレンズをなくしてしまった時のこと、うん、どん何探してもないので、うん、台所の流しのところから水と一緒に流れてしまったんだろうということになりました、うん、そこに父が現れ、よしと言って外に出て行きました。数分後戻ってきた父は、うん、台所から水が流れ出るところでコンタクトを探していたらしいんです、うん、優しいお父さんだね、ね、うん、得意そうに片手のザルの中を指さして言うんです、うん、これか、え、これか、え、うん、真面目な顔で言う父に、それは魚の鱗ですよとは言いません。かわいそうな、かわいそうなやつじゃん、うん、かわいそう。でもかわいそう、それでも懲りずに何度も魚の鱗を取ってきては、これかと聞く父は大物だと思います、うん、やっぱりね、コンタクトしたことない人間には分かんない、分かんないもんね、区別がつかないもんね、ことに大きい魚の鱗だったらコンタクトレンズかもしれないと思う素人がいてもおかしくはないわね、お母さんもう入れてあげればいいのにこれだっつって。お前アホなことすんな。アホなことすんな。ねえ、これは入学許可です。長崎県から来ました優等生のシリウス、うん、去年の奥んちでの出来事です。親子の会話、うん、これ実はだってこれを聞いた、はい、子供がねえ金魚すくいしてもいい、ダメ、ねえいいでしょ、今度は食べないから。食べちゃいかん、うん、食べたらいかん、うん、でも入学許可、入学許可である、うん、兵庫県のかきまろ、トゥーお化けがゲボしたマッサン、私の力抜けるわ、うん、私の通っている学校にはすんごい変わった先生がいるんですよ。その先生は英語担当の先生なんです。授業のたびにテープレコーダーを2つ持ってくんです。はじめ何に使うんだろうと思ってたんです。やっと分かりました。生徒が先生の質問に答えると、なんと先生はいいっすよいいっすよいいっすよで、違ってたらめったに聞かない一度だけ聞いたダメっすよダメっすよダメっすよ、もう書けるじゃありませんか、うん、私はびっくりしてしまいました、うん、だって先生がまさかセイヤングを聞いているなんて思いもしなかったんです、うん、その先生は60分テープに全部1本にいいっすよ。もう1本にはダメっすよ、全部録音していた。あ、なんという授業に熱心な先生でしょうか、ね、何か持ってくる人だね、本当にね。入学許可、うん、どんどん入学許可になります。そういやダメっすよって1回ですもんね。ダメっすよっていうのは本当に1回だけですよね、うん、うん、面白いなと思います。さあこれはね、福生市の匿名希望さん、これは今から数年前のお話です、うん、ある晩父は仕事先でお酒を飲んで、その後にうっかり車を運転して帰ってきてしまったんです、うん、私の家は福生の横田基地の近くなんです。でちょうどその晩横田基地に爆弾が仕掛けられたというとかなんとかで、うん、検問が設けられていたそうです。父は免停を覚悟し、その検問へと向かったんです。おまわりさん曰く、いやあんたは運がいい。もうね、今日はあんたを捕まえるとこじゃないんです。もういいですか？もうね、もう今度だけは見逃しますから。気をつけて帰ってくださいよ。父は今日も車でお仕事に出かけました。もちろん飲酒運転はしておりません、うん、お父さんね、やっぱりしかしこれは運がいい、運がいいというかね、飲んだら乗るな乗るなら飲むな、うん、これやっぱりね、酒飲んでね車を運転することだけはやめましょう ね。これはもうね、自分一人ねアジャパーになるんだったらいいですけど ね。そうじゃないんですから、はい、人様に迷惑をかけるんですから。そうですね。それにしましてもね、もうつい1ヶ月前に起きたあの母子ひき逃げ事件、あの江戸川区で起きた事件です、はい、あれまだ犯人が検挙されてないんですけどね、うん、もう辛いね。ね。
もうだってこの広いこの人口がたくさんいる東京都内でさ、うん、目撃者が一人もいないっていうのがねショックだね。まあそれは目撃者いないのはショックだけどもさ、この身になってみればね、もうかわいそうにも今からでも遅くありません、うん、もう聞いてたら早く出頭してください。もう本当に今からでも遅くないですからね、うんうん、もうこのまんまだとね、もうみんながねどん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 落ち込んでいっちゃいますからね。さあそれはともかく入学許可、入学許可です、うん、でもあんまり危ないことで入学許可を取らないように、頑張りたいと思います。ペンネームダチョタマ危ねえな、危ないな。ダチョタマ、カッコダチョウの卵、うん、危なくないわ、あんま危なくない、うん、入学希望、うん、これはある日の数学の授業での話、うん、この日は確率という単元をやっておりまして、その時突如先生はこうおっしゃいました。あ、みんな天気予報で降水確率というのをどうやって出すか知ってるか。みんなは呆然として、そしてどんな答えを先生が出すのか少々期待しながら見つめておりました、うん、先生曰く、気象庁にはな、ある10人の人たちがいてな、その人たちが天気図を見てな、降る降らないを決めるんだ。で、降るに決めた人の数が降水確率になるんだ。だから 35% とか 55% なんていう半端な数字は絶対に出ないんだ。うん。その話に私たちは少々唖然としつつも半分監視して聞いておりました。先生は最後まで、間違ってないんだぞ、本当のことなんだぞと言っておりました。沢さん、この話は本当のことなんでしょうか。説得力あるね、でもね。そうですね。確かに降水確率 46% なんて聞いたことないもんな。ないですね。降水確率 40% って言ってるもんな、うん、今度福井さんに聞いてみようか。そうそう、ねえ、今度聞くなったら福井さんに聞こう、気象庁にお勤めの方、本当かどうかご存知でしたら、そうですね、お知らせいただきたい、はい、いい加減やな、これ。心配ですね。そうだな、10人の人たちがいて、俺は降る降らないって言ってね、はい、うん、なるほどな、10人のうち5人が降るって言ったら 50% か、いい加減ですね、それもね、うん、それもいい加減だな、うん、昔はあんまり当たらなかったんで下駄で出そうかって言ったことがあったそうだけどね。あ、うん、入学許可、入学許可、ダチョタマ、ダチョタマ、こういうことはよくあるなという可愛らしいハガキが来ております、うん、長野県から来ました木戸君、ペンネームは郷土研究同好会長、16歳高校1年、うちの弟とうちの母との会話、うん、母、あんた昨日遅くまで起きてたでしょ。弟、ああ。あんた何してたの。あのね、これ考えてたの、と小指を見せる。そこには糸が巻いてあった、うん、ほら忘れないようによく糸を巻くって言うじゃないね。で、なんか忘れないように、それ何時まで起きてたの。2時。で、なんか思い出したの。うん、何だったの。今日早く寝るようにしょうがねえな。僕も交じって3人大爆笑でした。こういうことあると思わない、かわいいね、いくつなんだろうね弟ねえ、入学許可、入学許可大阪府八尾市の天さんもへをこいた、入学希望僕の学校の科学の K 先生は実験中にアンモニアを思い切り吸い込んで倒れたことがあるこの先生は以前電気を発生させる装置で感電したこともある。もうやめないの実験。先生曰く、私は実験に命をかけてます。ええな、危ない危ないな、もう。ええわ、ええわ、これ、うん、入学許可、許可、うん、学校の話題ってのは結構面白いことあるね。うん、愛知県の1回生単位なし、やんぼうまーぼう、僕貧乏僕の小学校に行っている親戚の T 君が学校で調理実習の時の話、うん、T 君、あ、いけねえ、塩と砂糖分量反対に入れちゃった。 T 君の友人 S 君、大丈夫だよ、うん、僕もさ、うん、醤油とソース間違えて入れちゃったんだよT 君、あ、ダメだよ、お肉から煮ないと。最後に先生が味見をして、君たちのグループが一番おいしいと言った。人間ってさ、時々わけのわかんないこと言うことがあるんだよな。一回生単位なし、評価は竹の評価が出ました。生徒数は今夜14名増えて合計413名、すごいね、今日14人も増えた、ね、今夜の2時間目のハーベスト大賞はやっぱりね、あ、どれですかね、もう食べないからかな、それともいいっすよいいっすよかな、実験に命をかけてるかな、この辺じゃないかと思うんだよね。あと面白いところではね、魚の鱗、よかったですね、うん、
あとは浴衣に革靴。それはあんまり。あ、そう。じゃあこのいいっすよいいっすよ先生に送りましょうか。そうですね。ね。はい。じゃあいいっすよいいっすよ先生にも必ず分けてあげるようにという前提で、かきまろ、兵庫県のかきまろに、ハーベスト大賞を送ります。ハーベストほか美味しいお菓子の詰め合わせ4040円相当。これをお送りいたしますからね。はい。わざわざ写真を送ってくれましたよ。うん、フレディもしくはボラギノールがね、うん、箱小脇に抱えましてねV サイン出しながら踊ってる写真とね、うん、中身をきれいに出してあるね、うん、ご覧くださいこれね、ね、こんなにある、ね、すごいものがありますね、立派なものです。そうそう、案外フレディもしくはボラギノールって水野みたいな顔してる、かわいいね、まあ本当だね。そう、というわけで今夜の授業はここまで、全員下校。東波とオールレーズンプリンセスの平松真由紀です。今日はオールレーズンと鉄分の関係について、カリフォルニアレーズン 100g 中には育ち盛りのティーンエイジャーに大切な鉄分が約 2.3mg も含まれているんですって。オールレーズンをサクッとやって、今日も真由紀は元気です。真由紀と一緒にオールレーズンを応援してください。トアとオールレーズン。背が高くてモテる割には遊び嫌いなタイプ、それで包容力があって私だけに優しくて、テニスとスキーが上手で、しかもお父さんが会社を経営している家の次男と結婚して小さな幸せをつかむのが私の夢。ついでに別荘もあるといいな。生クリームが入ってさらに美味しさアップ、夢という名のチョコケーキ、東波とチョコレーブ。頑張ってね。うらん、任せくんけい。微笑みポスト、北葛飾郡の須永瑞恵ちゃん10歳からのハガキ。私はこの前お母さんに、この本面白いから読んでごらんと言われて、さだおばさんという本を読みました。原田泰治さんのね、名作でございますね、さだおばさん、私が読みましたのは昭和51年の春でございましてね、あまりにも絵が素敵で、あったというんでね、物語も素敵でしたけども、私は気に入った本があるといっぱい買ってみんなに配るという悪癖がありまして、これを随分配った思い出があります。お母さんは面白いと言っていましたが、かわいそうな話でした。さだおばさんが死んでしまったところがとってもかわいそうでした。佐田おばさんは人の役に立つ仕事を一生懸命していました。私も大人になったら佐田おばさんのように人のためになる仕事でみんなの役に立ちたいと思います。佐田おじさんもずっと製薬頑張ってくださいありがとう、製薬ね、佐田おじさん頑張りますよ。もう一ついきましょう。三重県の上野市、増井文江さん先日郵便局へ切手を買いに行った時の会話です。62円切手を10枚ください。大きい切手でもいい？これはつまり記念切手でも構わないかという意味です。大きい切手でもいい？はい。郵便局員さんはふと何かを思ったように、別の引き出しを開けて別の切手を取り出しました。なんだろう、あれ5枚しかないなどと思っていると、はい620円、2種類にしときましたよ。別に頼んでもいないし、引き出しを開けて取り出さなければ何種類もあるのにこちらは気がつかないというのに、わざわざ2種類の切符を用意してくれたんです、切手を用意してくれたんです。このちょっとした心遣いが嬉しくて友達に話しましたが、みんな親切な人ねと感じたようでした。本当にこんなさりげない親切、優しさって大切だと思いました。本当にそうだよね、何気なくね、これは誠意というやつでね、仕事だからというんじゃなくて、なんか仕事に対する愛情っていうか、そういったものを本当に感じる一瞬っていうのはありますね、それぞれにね、なんかほっとさせてくれます。歪んだ心を、自分のすさんだ心をなんか背筋を伸ばしてくれるような行為にポッと出会うとね、人間何か現れたような気持ちになりますが、須永瑞恵ちゃんと増井文江さんには東波と聖火からハーベストのほか美味しいお菓子の詰め合わせをお送りします。さだまさしの誠になんですね、暖かい東京はですね、現在 13.8 度、14度近くあるわけですね、外気温ですよ。ですからね、もう本当にね、春の陽気ですね。これが2月の下旬とは思えないぐらいの暖かいです。これも春ならならんか ね、もう春に、早く春終わってね、もう早くもう梅雨にならんかね、
梅雨はでも。でも早く梅雨終わって早く夏にならんかね。あってほしい。ずーっと夏で行ってくんないかな。ね、いいな。私は夏が好きだ。ね、うん、なんかね、冬って前も話したことあるけどね、みんなこう気膨れになるでしょ。うん、とね、なんかね、心までね、窮屈なんだよね。うん、で、こう開放的になるでしょ、こう夏になると。夏だね。もういいね、夏いいね。暑いけどね。夏いいね。暑いけどね。暑いね。暑くない夏っていうのないかね。どういうことなんですかね。いや、だからすごく暑いのよ。暑いんだけど暑くないんだな、これが。風が、うん、ないかな。湿度のない夏、うん、暑くてもいいから湿度のない夏、一番いい気候ね。日本ではないな。さあ、おはがき大紹介どんどん読んでまいりますですよ。神戸市の高潔ゆかりさん、いらっしゃい。2月3日節分の日の土曜日、神戸での素敵なそして温かいコンサート、本当にありがとうございました。余韻を抱きしめながら JR で一人帰宅しておりました際、うん、同じくまさしさんのコンサートに行かれた50歳から60歳くらいのおばさま方が、うん、向かいに座っていらして、夢中でコンサートのこと、まさしさんのこと話していらっしゃいました、うん、ねえ、三味線とかさ、尺八とかあるじゃん、そういう演奏するような変わった名前だなって思ったのよ、亀山社長って。ほんと、なに、私知らなかった、亀山さんってギタリストだったのね。そう、だから亀山さんとあと5人いたでしょう。うん、亀山さんとあとの連中っていう意味なんでしょうね。おそらく立山さんのお名前を聞き間違えたんじゃないか。彼女たちのイメージが膨らんでしまったんだと思います。でもその方々結構まさしさんの2のようでしたんで、2でね、亀山さんね、もうそうですか、みんなで亀山社長、みんなで亀山社長ですからね。はい、コンサートの話題で言いますとね、これは もうちょっと後まで撮っとこうかなと思ったんですけどね、人情ゆきえさんからこんな話が来ております。いらっしゃい、岡山市。松田ひろたさん、皆さんこんばんは。4月6日、倉敷市民会館、1階2列、14番、15番。会社の先輩、女の人ですよ、と一緒に行きます。で、佐田さんのコンサートは久しぶりという、隠れまさしだった先輩は、遅刻しても2時間以上あるし、とのんきに言っている。そう、私の勤める会社は岡山駅から徒歩10分のところにあり、5時半業務終了なのです。遅刻厳禁のコンサートにたった30分で行けとは、倉敷が急に遠くなった気がした。以下、先輩と私の会話。今回のコンサートは、遅刻すると最初のいいとこ気逃しちゃうし、どうしましょう。え？遅刻するとダメなの？ダメってわけじゃないけど、私は最初の方が結構気に入ってるし、やっぱり有給かな。あら、そう。私最近沢さんのコンサート行かないし、よくわかんないけど、どんな感じなの？今回はね、2枚目。みんな全員で2枚目決めてんの。佐田さんなんかね、アンコールなんてマイクスタンド振り回したりしちゃってね。もう精霊流しの頃と違うから驚かないでくださいよ。嘘、マイクスタンド振り回して何歌うの？彼女の頭の中には精霊流しか雨宿りを歌いながら踊るマッサンの姿があるのかな。私話題を変えて、でも2列目だと結構眩しいかな。それに左端だと拓磨さん見えても坂本さんが見えないかな。そっか、そんなに眩しくなったか。うん、まあいろんな誤解がありますけれども ね、まあ一つ元気でやってきてくださいよ。そうです ね、はい、できるだけ頑張ってきていただきたいと思います、はい、それから大分県からいただいております、尾又雅子さん。うちの、文化放送、うちのだって。俺、文化放送の職員じゃなかったの。俺、なんか文化放送の職員みたいな気になってるけどね。うん、文化放送のね、尾又雅子ってアナウンサーいますけどもね。定食屋で生姜焼き定食を食べていた時のことです、うん、若いお兄さんが入ってきました、うん、豚生焼き定食。お兄さんは大胆にも読めない字を飛ばして勝手に定食の名前を変えて威張って注文したんです、うん、二人の店員がえと顔を見合わせていると、何もなかったかのように、豚生姜焼き定食一つ。意味は分かったんだろうね。豚生定食。そんな定食食べらんないわ。怒ってる奴がおります。かなり怒っている。うん、橋本隆二回生ぴったしいらっしゃい。総長、教授、うん、お番です、うん。先日2月10日の放送でハーベスト大賞の話がありましたね。それに関する私の悲惨な話を聞いてくださいやし。あれはまだ1989年だった頃。川藤さんのコーナーがコーナーとして確立した日です、うん、川藤コーナー2枚目のハガキで読まれた私のハガキ、
89年度のハガキ総枚数、私のハガキは1991枚目でした。1990枚おめでとうなんつうハガキが間に入らなきゃ、私のハガキが1990枚目だったんだ。それで賞品をもらい損ねた。それから今年の1月、ギターフグネタのハガキで読まれ、オレイコ様がギターフグだというかいう話で盛り上がり、その日のハーベスト大賞はオレイコ様に悪いことを言ったとかで総長の家に送られてしまったのだった。うん、総長の家にお菓子の詰め合わせが届くのは私のおかげだ。消去し感謝しろ。2回もトンビに油毛をさらわれてしまった。ああすっきりした、なんかもらえたら嬉しい。分かった、それじゃしょうがないんで、ね、うーん、じゃあそこまで言われたら確かに身に覚えがある。この時にあのハーベスト大賞をあげた時に、うん、こいつに悪いなと思ったけれども何もあげなかった橋本隆、うん、じゃあまあしょうがないから、テレホンカードでも送ってやろう、ね、そうですね、テレホンカードで許せ橋本。もう今週はな、ハーベスト大賞を一つと微笑みポストで二つあげちゃったんで、もう三つもいっちゃってんだな、うん、12,000 いやいや、もうそんな12,120 円使ってしまってるからな、うん、ちょっと東ハトに気が引けてるんだ。なら一つテレフォンカードで一つテレフォンカードで一つお許しを。これはもう時間ですか、まだ大丈夫ですか。こんなハガキが来たんで読みましょう。これはペンネームカスタドンさん、いらっしゃい。突然ですが私の勤務先の病院の院長さんが紹介してくださった詩でとても共感を覚え、またさださんの歌の中の言葉にもそういうものが多く詰まっているような気がしました。ご紹介しようと思います。その一言、その一言で励まされ、その一言で夢を持ち、その一言で立ち上がる、その一言で腹が立ち、その一言でがっかりし、その一言で泣かされる、ほんのわずかな一言で不思議に大きな力持ち、ほんのちょっとの一言で一つの言葉で喧嘩して、一つの言葉で仲直り、一つの言葉で笑い合い、一つの言葉で泣きもする、一つの言葉はそれぞれに一つの命を持っている。いい詩ですね、うん、本当に一言、何気ない一言がその人の人生を変えてしまったりすることがあります。うっかりしたことは言っちゃいけないと思いながら、どんどん、僕らみたいなおしゃべりは自分の言葉で人を傷つけてしまいます。深く反省をしたいと思います。さだまさしのセイヤング、この番組はハートもおいしいの東ハート製菓がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。岩手の皆さん、いらっしゃい。さだまさしです。さだまさしのセイヤング第434回、今夜は2月25日、本日リリースのさだのニューアルバム発売記念、夢ばかり見ていたフェア会場の東京四谷文化放送からお送りしております。それでは早速このコーナーでお楽しみいただきましょう。勝さんのクイズいいっすよ。クイズの出題者、ホテルアッピグランドの支配人、いつも春一番、カツさんを呼んでみましょう。カツさん、もしもし、どうすか。いいっすよ。いいっすね。吹いてますよ。え、吹いてますよ。吹いてる春一番。本当に。ええ、アッピの方では、うん、ものすごい風ですか。そう。あら、じゃあ雪は降ってませんね。雪降ってないんですよねえ、うん、寒いだろうね。あったかいんです。おろろ。春一番ですからね。ああそうかそうか、うん、でもこの間もね、僕話してたんだけども、ええ、よくカツさんがね、はい、ホテルの支配人で勤まるなって話で盛り上がってね、なんで勤まるなっていうかっていうとね、この間うちの番組に出てくれた時にね、うん、雪はどのぐらい積もりますかって言ったら、いっぱい積もりますよって、答え方ね、うん、それからゴンドラいつから動くんですか、もうすぐですよ、で先週はゲレンデの状態はどうですかって、ちゃんと傾いてますよ。あんた息子間違ってる。間違っていない。うん、うん、いや間違っていない。ものすごい怒ってます。サダやろう、スリーサイズ忘れるな。まあカツさん、そんなわけでね、
ちょっと3サイズ聞き逃してるね、このところ。そうだね。うん。ちゃんと聞こう。聞きたいよね。うん。それでは今日の回答者を紹介しましょう。今日の回答者は、神奈川県厚木市の松岡恵子さん、いらっしゃい。松岡さん。はい。どうすか？いいっすよ。いいっすか？元気だね。いえ。いや、ね、どう、25、26日は、大学の入試なんじゃないの？そうです。余裕あるな、おい。いえ。もう開き直ってるわけ？はい。あ、そうか。勝さん。はい。今日、明日は受験なんだって。大変だよね。大変だよね。うん。だから、3サイズを教えてください。3サイズを教えてくれないと。大きくていいねとか、バスとか言われるんですけど。うんうん。でも、80ぐらいです。え？ 80 ぐらいです。80? はい。うん。それから、秘密です。秘密。いいか、秘密。はい。うん。バスト80、ウエスト80、ヒップ80。違うわ、違うわ。ミス、ヤグラコだった、それが。しょうがねえ。それじゃあ、早速、勝さん。はいはい。問題をどうぞ。いきますよ。はい。アッピ高原スキー場では、オーストリア国立学校の指導法を基本としたあるスクールを開校してます、うん、一般レッスンや滞在型レッスンなども行っております、うん、さてそのスクールとは何スクールでしょう、うん、1番、はい、初心者から上級者までのスキースクール、まあ当たり前だよ ね、うん、2番、より住みよい鎌倉を作るための鎌倉スクール鎌倉スクールね、はい、いいね。3番、お宅の犬にもそれをひっそりの引き方を教える犬ぞりスクール。犬ぞりか鎌倉かスキーか。そう。さあ行ってみようか。一番だと思います。いいよ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 。神奈川県厚木市にお住まいの松岡恵子さん、ついに正解。よかったね。でも、明日大丈夫だよ。はい。うん。頑張ってやってちょうだいね。もう死んでもいいです。ダメだ、死んじゃ。死んじゃダメ、死んじゃダメだ。勝さん、何プレゼントしましょう？今日はですね、はい、スキーヤーズシリーズの、うん、クッション。へぇ。大小セットで。あら、いいね。それと、バンダナをプレゼントします。あららら、バンダナ、はい。バンダナと大小のクッション。はい。松岡さん。はい。こういうことです。とても光栄です。うん。幸先いいね。明日も明後日も頑張ってよ。はい。一つね。はい、私も頑張りますので頑張ってください。うん、ありがとう。さだも頑張るからね。勝さんどうもありがとう。はい。松岡さんもういいから寝なさい。はい。うん、頑張るんだよ、明日。はい、ありがとうございます。うん、それじゃあね、はい。また来週もやってるからね、この番組は。はい。安心してね。はい。じゃあ勝さん来週もよろしくどうぞ。はい、よろしくお願いします。さだまさしの西洋アネックス。この番組はいい旅見つける旅行情報誌 AB ロードがお送りします。例えば香港に行くにしたって週末だけショッピングする場合とゆったり船旅しちゃう場合があるわけ。イタリアに行くにしたってお目当てが美術館なのか洋服屋さんなのかによって選ぶツアーも全然違うわけ。あ、それ AB ロードで読んだ。いい旅見つける旅行情報誌 AB ロード。うそ、やだ。ケイコはスキューバ、ゴルフ、テニス、少林寺拳法なの？学ぶは簿記、お花、お料理、洋裁だって。私たちどこからすれ違っちゃったのかしら。初めからだろ。自分に欲張りな人のスクール情報マガジン、ケイコと学ぶ、創刊号発売中。今日はこのワープロ教室の最初の授業ですね。皆さんよろしく。では出席を取りましょう。ケイコさん。はい。ケイコさん。はい。ケイコさん。はい。学ぶくん。はい。学ぶくん。はい。ケイコさん。はい。学ぶくん。はい。ケイコさん。はい。ケイコさん。はい。学ぶくん。自分に欲張りな人のスクール情報マガジン、ケイコと学ぶ、創刊号発売中。さだまさしのせいや。さあ、賢明なリスナーはもうお気づきのことと思います。今週はリスナーの方がお作りになるアタックがありません。つまり今週は該当者なし。来週こうご期待。お待たせいたしました、大好評深夜の深い。まずは先生方のご紹介。この先生から。パイレーツの助っ人外人選手役をやっております、
山下アンアンです。そうです、山下先生は、はい、助っ人外人でもアラビア出身と不思議な助っ人外人です。続いてこの先生です。はい、パイレーツの守備走塁コーチをやっております、広田ごめんでございます。広田コーチは今回はいろいろ難しい役ですね。ね、笑いを取ったり涙を誘ったり、もう広田さんのためにあるような芝居ですね。ことはないですけどもですかね。そして最後はこの先生です。どうにもこの脚本を書くというのは大変難しいわけでございまして、今年は何にしようかなんてんで随分と迷っていて、これはもう仕方がないよてんで野球の芝居をすることにいたしました。野球者だけに球場を救ったという笑い。私ただがまんの3人で句を読んでまいります。そっさに考えるの大変なんだこれ。来週から考えてください。今夜のお題は選挙の最終回でございます。はい、はい、選挙でいただいております。どんどん行きたいと思います。山下安安先生どうぞ。はい、埼玉県の姫野正弘さん、いらっしゃい。お帰ってきましたね。帰ってきたチーン、この音、帰ってきたチーンですね。参ります。選挙権僕にもくれよと背後霊。ああ、案外背後霊になったりなんかする身分になると、ね、あの時にこうしときゃよかったって反省もあるかもわかんないね。広田ごめん先生どうぞ。はい、千葉県、はい、桜井真希さん、はい、いらっしゃい。いらっしゃい。僕受験、僕受験、ママ立候補でパパ大変。そりゃ大変だね。ですね、両方行ったらね。両方行ってね、両方落ちでもしたらね、これ、パパ大変ですよ。パパ大変ですね、本当にね。さだがまんです。皆さんはじめまして、先日の糸失礼しました。おいおい、いやいや、おいおい、いやいや、ちょっと失礼しました。おいおい、いや、これあのね、あのほほえみポストのストックハガキを今読み始めてしまう。隣にあるもんでね。こんな長いの俺以上ですよ、いつも。そう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 。千葉県、失礼しました、千葉県印旛郡の林田文雄さん、お題選挙。選ばれる弱み、選んでやる強み。うん、選ばれる弱み、選んでやる強み、ね。まあ、なんかもうもろにこういう時ですよね、選挙民が威張ってるのはね。まあ、よくだけど、あのいきなり、ああ変われるもんだなって感心するような気がするね。よくもね、驚いちゃいますね。さあ山下アナ先生どうぞ。はい、東大佐田県の高林徹さん、うん、いらっしゃい。選挙カーヒッチハイクするバカ息子。断れないだろうね、だけど。どうぞ受けれってよって言われたら。しょうがないね。うん。うまい手口かもしれない。うまい、それうまい。広田ごめん先生だ。はい、越谷市。うん、ペンネーム通りすがりのルーさん、いらっしゃい。バレンタイン。バレンタイン。女性候補はチョコ配り。あー、なるほどね。そういうことがあったようでございますけどね。さて、これはペンネーム通りすがりのルーさん、あ、こちらでも読まれますね。お題選挙、加熱すぎ速報競争誤報海。加熱すぎ速報競争誤報海。本当ですよね、あれ、一回当確が出てね、ひっくり返ったなんて万歳やっといてね、落ちましたじゃんね、何票差っていうのありましたもんね。本当にああなると8票差 ?28 票差ねえ、そうなるとこれ両方勝ちって言ってあげたくなるよね。難しいよね。11万票取っても落ちた人もいるしね。3万票でも受かった人いるしね。難しいもんでございますよね。これはあの違憲だけれども選挙は成立という不思議な結論が出てるみたいですけどね。さあ決めの一句です。山下先生どうぞ。はい、今日2枚目ですね。千葉県印旛郡の林田文雄さん、いらっしゃい。落選のポスター悲しい笑ってる。本当だね。ああ、それペーソスあるね。落選のポスター悲しい笑ってるか。本当だよな。こういうことあるな。ペーソスがあるね。それもこう、ちょっとなんか、雨かなんか降っちゃってさ。雨に濡れてるのよ。でも、シワシワになってるの、こうやって。ねえ。笑ってる。そう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 。狭い会場のね、あの、車幕みたいになってる。ね、はい、広田ごめん先生の決めの一句。あ、ダウンしております。ダウンしております。はい、行きます。長野市。はい。ペンネーム、和田宝志さん。しばらくは、しばらくは、目覚まし時計にことかかん。
ああ、起きるんですね。起こすもんだけどね。さて、千葉市、動画機内順子。開票率低くて当確つく不思議。うん、あれ俺も不思議だった、うん、だって開票 1% でさ、当確っていうのは出るんだもんね、うん、だけど俺ね毎年思うんだけど、うん、あの開票速報っていうのに一体何の意味があるんだろう、だって翌日は結果は出るんだろ、出るんですね、それをさグラフまで作ってさ、うん、こうこのまま行きますと広田候補は何秒ぐらいまで伸びる予定で、ここのところの当確線上にあるこのお二人をコンピューターで占ってましたのとね、うん、あんなことしたって翌日は出るわけじゃない、遊んでるみたいですもんね、いやだから ただのお祭りになっちゃってね今ね、まあこっちもそう言いながらじーっと見てるけどね、おー来たとかね、おー社会と強いねとか言いながらね見てるけどもね、もうあれ不思議だよね。さあ各賞の発表です。まず山下安安賞。はい、安安賞は愛知県のペンネーム平凡吉さん。はい、選挙カーに負けるなちり紙交換者。それはいいな、うんうん、さて、広田ごめん賞は、はい、ごめん賞は新潟市復活の立つ人さん、当選後腰の曲げ方逆になり、態度ですねこれは、いいね、当選後腰の曲げ方逆になり、ね、うん、そんなにだって後ろ踏んどり返ったら倒れるしかないよね、うん、佐田我慢賞はこの方に差し上げましょう。この雰囲気よく出てるのは長野康江さん、二十歳ということでもお気づきかもわかりませんけど、こういう話題です。初選挙、清き一票、母と雪、初めての選挙、お母さんと一緒にお出かけになったというですね、うん、お母さんの気持ち、何とも何か我々に伝わってくるような思いでございます。以上、各賞入選者にはレコード券をプレゼントいたします。来週からのお題は後者ということでございます。こんなハガキが来ておりましてね、実は岐阜県の熊上武雄巡査部長、漫画の読みすぎだな、佐賀さん、約1年前から聞き出してじっと耐えてましたが、今日こそ言います。俳句というものは有機定型、川柳というものが無期定型、つまり本句会は正式には深夜の川柳会でございます。まあ、それはそうだけどね、それから別に広田ごめん先生を弁護するわけではありませんが、俳句にも川柳にも自由律型というものがあります。つまり広田先生の読まれたものも立派な作品ですから、金は撒いたが選挙に落ちたでもいいんです、今後このことで我慢先生とごめん先生は揉めないで一句でも多く読んであげてください。まあこういうふうに書いてありますが、自由律というものを俳句として、果たして認めてよいかどうかについてはいろいろまあ、それぞれ意見も分かれておりましてね、あんなものはね五七五という定型の中にはめ込むからこそ芸術として成立するんであって、もう字数なんかどうでもいいということであるんだったらば、そんなものは、俳句という芸術の域には達しないんである。そんなものは自由律なんていい加減にせえ、あんなものはゴミだゴミだクズだと江国茂先生が書いておられました。私はそれを見て大笑いしてしまいましたけど、もう痛快だったですけどね。まあ江国茂先生はそのように本でお書きになってたということだけでございます。ですから私どもですね、江国茂先生のご意見に従いまして、できるだけその五七五、まあ、よっぽどその面白ければ別ですけどね、はい、咳をしても一人余ったれるんじゃねえというそういう意見も出ておりましたけどね、まあ、あれはあれで短詩、短い詩という言い方もありますんでね、例えばあの私の耳は貝の殻、海の響きを懐かしむなんてのは素晴らしい詩でありますしね、床屋の角を曲がったらニシンを焼く香りがしていたとか、そういう短い表現の短詩という形式がありますんでね、まあ、これはこちらの方に入れた方が私はいいような気がいたします。老婆心ながら一言申し添えておきます。有期定型ではなく無期定型で私どもはお送りしておりますが、あえて句会と言っております、うん、というのは中には有期定型で素晴らしい作品も送られてくることがあるからであります。本来は有期定型でやりたいんですけども、なかなかそうはいかない。もうどんなに若くても俳句に親しむことによって言葉をいろいろ自分でいじくるということでもって、それにハガキもどんどん書こうという気になれるというところでもって句会をやっております。このところあなたのご意見は本当に正しい指摘ではございますけども、一つ許容量を大きく持って見守っていただきたいと思います。来週からのお題は校舎、学び屋でございます。学び屋、校舎。以上をもちまして深夜の句会おしまいをします。あなたは稽古してますか？あ、イエーイ、お料理教室行きまって、うん、あなたは学ぶしてますか？あ、スケバー&ワープロね。 あなたたちは英会話も必要です。ですからこれをもっと読みましょう。自分に欲張りな人のスクール情報マガジンです。稽古と学ぶ創刊号発売中。
ねえ、学ぶ、なんで急にまたお料理教室なんか？いやー、この前稽古の手料理食べてからさ。あ、見習いたくなった。俺がやんなくちゃって思った。いや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 、自分に欲張りな人のスクール情報マージン。いや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 、稽古と学ぶ創刊号発売中。さて、最後のコーナーはちょっと一服でございますけどね、このところずっとうひょ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 のコーナーをお送りいたしておりますけれどもね、はい、まあ時間も残り少なくなってまいりましたんで軽く言っておきましょう。埼玉県秩父市の高橋美智子さん、松田ひろたさん、こんばんは。今日はうひょひょひょではないかと思われる人を見つけてしまったので、お便りします、うん、日曜日に NHK の開票速報を見ていた時のこと、司会は松平アナウンサーだったんですが、その松平さん、当選確実の情報が入りますとピロロロロンという音で お知らせしますと口で説明しておられました、うん、ピロロロロンですよ天下の NHK のアナウンサーが、うん、それに思い出せば昔松平さんが連想ゲームの司会をなさっていた頃、うん、1分ゲームの前になるチャイムのことをリロリロリンと呼んでいらっしゃる私は覚えています、はい、ここでリロリロリンですというふうに確か使っておられました。これらの擬音語の使い方からして NHK のアナウンサーの松平さんはとってもうひょ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 な人だと思います、うん、本当だ ね、 そうですね、松平さんね、家柄は大した方でございますからね、世が世であればあの人は将軍家の、うん、征夷大将軍 の、 あの継承権があるというね、はい、いう家柄の方でございますからね、うん、あの人がうっかりあの間違いでもしたらね、うん、あの徳川家の一族の人々が NHK 見ながらね、うん、殿おいたましいとこうね思わず泣いてしまうというそのぐらいの大変な人でございますからね、うん、はい、さて、お時間がやってまいりました。今週最後の曲になります、今日2月25日発売になりますさだまさしのアルバムの中から16夜。さだまさしのせいや、ラストレターです。さくら市の匿名希望さんから、これはずいぶん前にいただいてたおはがきなんですが、なかなか読む機会がありませんでした。さださん、こんばんは。私今子供のことで悩んでおります。上の娘が小学校6年生、次の娘が小学校5年生、春から中学1年生と小学校の6年生になります。実はお正月に義理の姉夫婦の家に行った時に出た話なんですが、この娘2人を春からしばらく預かってみたいということなんです。現在我が家はさくらでございます。姉たちは横浜の青葉台、子供の国の近くなんです。渋谷まで30分、さくらと比べたらずっと都会でもあるし、実は姉夫婦には子供がいないんです。それで預かって育ててみたいというんです。娘、中学校1年生になる娘は乗り気で、次女は1年後やっぱり中学1年生になったら行ってみたいなどと申しております。本人も主人も賛成で、どうも私一人子離れしないでいるようです。さださんはどんな思いで、どんな決意で一人、四つ木、あるいは市川へ出ておいでになったんでしょうか。親御さんのお気持ちはいかがなものだったんでしょうか。ぜひ伺いたくペンを取りました。本人は無邪気に横浜に行ったら英語も国語も算数もしっかりやるってそう申してます。高校より中学からの方が良いのかしら、いろいろ心配です。これはあの僕の場合にはね、バイオリンという楽器を習ってましたんでね、バイオリンが生活の中で最優先という生活をずっとしてきてましたんで、東京の先生が東京へ出てこいって言ってくださるということは、お前が見込みがあるということでありまして、じゃあやっぱり、男の子だから行くにしても行かないにしても、それはやっぱり長崎にいたかったけれども、行くとなったらね、これ行くとなったらそれ行かなきゃなんないっていう、僕は幸い男の子だったですから、あのホームシックにもかかりましたけども、正面切って落ち込んだり塞いだり、それから自閉症になったりすることはなく、元気に、まあ、友達とか先生に囲まれたおかげ、いい先生にね囲まれたおかげで過ごしてきたわけなんですけどね。母はやっぱり寂しかったみたいですね。沢さんのお母さん、もしもこの番組聞いておられたら、番組宛てに、どうしたらいいか、おはがきをお書きくださいませ。さくらの匿名希望さんが悩んでおられます。もう時期が時期なんで、早急におはがきを、できればおはがきにしていただきたいと思います。あの人話が長いですから、手紙で来られると困りますんで、
親子揃って話の長い家族でございますんでね、お母さんはどういう気持ちだったか、果たして子供さんが中学校のあのね、まあ一口で言うとね、まあ結論から言ってご心配なさるようなことはあまりないような気がするんですがね、まあ僕が偉そうなことを言うのはやめましょう。佐田さんのお母さんお聞きでしたらぜひおはがきをいただきたいと思います。来週は MBS 毎日放送からお送りします。今週も最後までのお付き合い本当にどうもありがとうございました。さだまさしのセイヤングアネックス、この番組はいい旅見つける旅行情報誌 AB ロードがお送りしました。お相手はさだまさしでした。